フェアチャイルドセミコンダクターはかつて存在したアメリカ合衆国の半導体メーカー。世界で初めて半導体集積回路の商業生産を開始した企業である。後に同社からは様々な人材が独立。いくつかはインテルをはじめとする世界的な半導体メーカーへと成長していった。2016年にオンセミコンダクターによって買収された。 カリフォルニア州サンノゼは本拠地とし、1957年創業、世界初の商用集積回路を実現し、1960年代のシリコンバレー革命の主役の一社となった。一時期、シュルンベルジェに買収され、ナショナルセミコンダクターに売却された後、1997年にスピンアウトして独立企業に戻った。サンノゼの他に、ユタ州ウエストジョーダン、 ペンシルベニア州マウンテントップ、韓国の富川市、マレーシアのペナン州、中国の蘇州市、フィリピンのセブなどに拠点がある。また、インドのプネーにデザインセンターがある。8人の反逆者がフェアチャイルドを創業し、世界初の商用集積回路を生み出した場所を示す。記念日北伊37度25分18秒、整形1 2 2度06分11秒パロアルトにある。 フェアチャイルド創業時の建物、玄関脇に情景の記念碑がある。1955年、ウィリアム・ショックレイは、マウンテンビューにて、ショックレイ半導体研究所を設立し、ショックレイはかつて働いていた、ベル研究所の同僚を雇おうとしたが、ついてくる者はいなかったため、代わりに、新卒の若者を雇うことになる。この中に、後にフェアチャイルドセミコンダクターを設立するメンバーが、 いた、ショックレイは経営者として、また人格的にも問題のある人物であり、しばしば部下や出資者と衝突を起こした。1957年9月に突然にこれまで開発を続けてきたシリコントランジスタの開発を放棄してショックレイが高速動作が見込まれると主張する新型の4層ダイオードの開発に転換しようとしたところ、我慢しきれなくなったジョーン・ムホー ジュリウス・ブランク、ビクター・グリニッチ、ユージーン・クレーナー、ゴードン・ムーア、シェルドン・ロバーツ、ジェイラスト、ロバート・ノイスら8人が反発して、彼ら自身でプロジェクトを起こすために出資者を探した。彼らが後に、8人の反逆者として知られるようになった。間もなく、シャーマン・フェアチャイルドが率いる軍と関係の深い、フェアチャイルド・カメラインストルメント社が出資者となった。 1957年9月18日に研究所を辞め、フェアチャイルドセミコンダクターが設立された。フェアチャイルドは半導体材料としてはゲルマニウムが一般的だった中で、シリコントランジスタの設計製造を開始した。シャーマン・フェアチャイルドによれば、ロバート・ノイスの熱のこもったプレゼンテーションが出資の決め手だったという。ノイスは材料費がほとんどかからないということで、 シリコンの使用を主張していた。ノイスはまた、シリコン半導体によって、電子部品が故障した時に修理するのではなく、使い捨てる時代が来るという確信を主張したという。最初のトランジスタは当時としては木新しい二重拡散法と、化学エッチングによるメサ型シリコントランジスタだったが、当時のものは第一型にエッチングした、コレクターマイナスベース接合部が露出しておりり、 金属管に封じ切っても、管の溶接火花が接合部に着地し、トランジスターの機能を損ねるという深刻な問題があった。1958年、プレーナ型シリコントランジスタの製造技術を確立することにより、高性能なトランジスターを安く簡単に製造できるようになった。プレーナ型の登場によって他の製造技術は過去のものとなった。 例えば、フィルコは4000万ドルをかけて、点接触型ゲルマニウムトランジスタの工場を建設したが、それが全くの無駄になってしまった。数年のうちに多くの半導体企業がフェアチャイルドを真似たり、ライセンス供与を受けたりして、プレーナ型へ切り替えていった。ただ、口述するようにプレーナ型の製造技術には特許が成立していたため、特許を回避 すするたため別の手法を編み出す企業も多かったなど。最初に発売したプレーナ型トランジスタはニエ n 6 9 7で大いに売れた。最初の100個は IBM が単価150ドルで購入しサージュの時期、コアメモリ駆動回路に使用された。2年後の1960年、彼らはシリコンウェハー上で4つのトランジスタからなる回路を 形成することに成功した。これが最初のシリコンによる集積的回路である。これにより、いわゆるプレーナー特許が成立し、今日、主流の、いわゆるモノリシック IC とされる半導体単結晶のチップ状に回路を作り込む技術の基礎が完成された。なお、テキサスインスツルメンツのジャック・キルビーは1958年9月12日にゲルマニウム集積 フェアチャイルドセミコンダクターは社員数12人から12000人となる急成長を遂げ年焼も間もなく1億3000万ドルに達したフェアチャイルド製オペアンプアド -13,960 年代になると RCA やベル研究所で先駆的研究が行われていたモスフェットの研究開発を開始フェアチャイルドは MOS 集積回路の開発に成功する。しかし、技術の不安定さを解決できず、MOS 集積回路を量産することはできなかった。1963年、ボブ・ワイドラーが入社し、アナログオペアンプの設計を行った、フェアチャイルドの製造技術はデジタル回路向けに最適化されていたため、ワイドラーは半導体技術者のデーブ・タルバートと共同で、 オペアンプ開発に当たった。その成果が二つの画期的なオペアンプミューエー7 0 2とミューエー7 0 9である。これにより、フェアチャイルドはアナログ集積回路市場をリードするようになる。1968年にはベストセラーとなるミューエー7 4 1が発売された。1965年にはフェアチャイルドの半導体製造における 技術革新で半導体素子の低価格化が進み、アメリカが衆国内で黒字の半導体メーカーはフェアチャイルドだけという状況になった。フェアチャイルドは DTL、オペアンプ、メインフレーム用カスタムチップの市場を独占していた。デジタル集積回路市場では当初苦戦した。初期の IC シリーズは RTL で、アポロ誘導コンピュータでも使われている。 インバータを1個のトランジスタと2個の抵抗器だけで構成できるなど単純さが利点だが様々な欠点が商用利用を阻んでおり特に軍用には向いていなかった RTL はわずか 100mV のノイズまでしか許容できずあまりにも許容範囲が狭すぎたフェアチャイルドがノイズマージンの広い DTL に移行するまでしばらく時間がかかった フェアチャイルドの売り上げは毎年倍増していき、1960年代半ばには親会社の総売り上げの3分の2を占めるようになった。1966年時点で半導体業界の1位はテキサスインストゥルメンツ、2位はフェアチャイルド、3位はモトローラとなっていた。ノイスは副社長となり、フェアチャイルドセミコンダクターの事実上の責任者となった。しかし1 9 6 2017年、収益が低下し、フェアチャイルドの内部問題が表面化し始めた。半導体業界は、新興企業との競争が激化しつつあった。フェアチャイルドセミコンダクターは、カリフォルニアのマウンテンビューとパロアルトに、本拠地があったが、ニューヨーク州の本社に経営陣がおり、半導体部門が、売上の大部分を占めているにもかかわらず、経営陣がカリフォルニアを訪れるのは、年に一回。 程度だった。当時の社長ジョン・カーアッターは、すべての利益を採算が取れていないベンチャー企業の買収に回していた。ノイスは、シャーマン・フェア・チャイルドの一派と対立していた。ノイスの部下で、製造部門責任者のチャールズ・スポークなど多くの管理職が、半導体部門の利益で、ベンチャー買収を続ける、経営陣に幻滅していた。半導体部門の管理職は、 ストックオプションの割り当てでも差別されていた。1967年3月、スポークはナショナルセミコンダクターにヘッドハンティングされる。スポークはその時4人のフェアチャイルド社員を連れて行った。実はそれ以前に、スポークの部下だったピエール・ラモンがイギリスのプレッシュに移籍するという話を進めていて、スポークにも声をかけていたが、先にナショナルセミコンダクターに移っていたワイドラーとタルバートに誘われて、 ナショナルセミコンダクターに目を向けることになったのである。ワイドラーとタルバートは少し前にマレクトロという企業に移り、マレクトロがナショナルセミコンダクターに買収されていた。1967年秋、1958年以来初の赤字に転落し、過剰設備投資の400万ドル工場を含む760万ドルの損失を計上した。配当金は、 前年の一株3ドルから0.5ドルに下がり、株価も半分に落ち込んだ。1967年12月、取締役会はカーターに不採算ベンチャーをすべて売却するよう命じた。これに対してカーターは突然辞任を表明した。さらにテキサスインスツルメンツが TTL 集積回路をリリースし、フェアチャイルドの TTL 集積回路は時代遅れとなった。 カーターの公認は当然ノイスだと見られていたが取締役会は彼を選ばなかった。シャーマンが取締役会を誘導してリチャード・ホジスンが社長に就任。数ヶ月後、ノイスが経営委員会を結成してホジスンを辞任させるとシャーマン・フェア・チャイルドはノイス以外の新 CEO を探し始めた。それを察知したノイスは研究開発部門席に 新会社だったゴードン・ムーアと新会社を創業する計画を慎重に進めた。1968年、二人はフェアチャイルドを辞めてインテルを創業。間もなくアンドルー・グローブを引き抜き、同時にフェアチャイルドの研究所で生まれた革新的な MOS シリコンゲート技術を入手した MOSSGT を生み出したのはフェデリコ・ファジンである。フェアチャイルドでは SGT が単に高速。 高信頼、高密度の集積回、例えば CCD イメージセンサー、d r a m エプラムやフラッシュメモリなどの不揮発性メモリも MOS、SGT が基盤となっている。インテルは SGT をメモリ開発にすぐさま応用した。フェデリコ・ファジンはフェアチャイルド内で不満をため、1970年にインテルに移り、 SGT を使った最初のマイクロプロセッサ設計に携わることになった。インテルの出資者としては、ホジスンとフェアチャイルド創設メンバー5人が名を連ねている。シャーマン・フェアチャイルドは、モトローラの半導体部門責任者だった、レスター・ホーガンを新社長に迎え入れた。ホーガンはモトローラから数百人の管理職を引き抜き、フェアチャイルド経営陣を完全に刷新した。ホーガンによる、 経営刷新は、従業員全体の指揮低下を招き、多くの従業員が退職して、新会社を設立する方向に向かうことになった。創業当初からの従業員の多くが、1960年代に、フェアチャイルドを離れ、フェアチルドレンと呼ばれる多くの企業を創業し、1970年代に、それら企業が活躍した、創業メンバーで最後まで残っていたのが、 ロバート・ノイスとゴードン・ムーアだった。彼らが去った時点で、フェアチャイルドの成長を支えた頭脳がすべて失われてしまった。当時のフェアチャイルドの広告は、シリコンバレー各社のロゴのコラージュで、We started it all という言葉が添えられていた。フェアチャイルドのゲーム機、チャンネル f 眼が、モトローラから大量に引き抜きを行ったことで、モトローラがフェアチャイルドを訴えたが、1973年に、 フェアチャイルドに有利な判決額だった。判事は判決で引き抜いた結果フェアチャイルドが躍進したという事実もなく、損害はどんな理論でも評価不可能だと述べた。ホーガンは翌年社長を辞任したが副会長として残った。1973年ベル研究所で発明された CCD イメージセンサーを世界で初めて発売。デジタルイメージセンサーは今も子会社。 フェアチャイルドイメージングの製品として製造され続けている。その頃オイルショックによる景気交代があり、フェアチャイルドも大打撃を受けた。インテルが8ビットマイクロプロセッサ8008を発表するとフェアチャイルドでも開発という8ビットマイクロプロセッサを開発したがアーキテクチャが特殊だったため失敗に終わっている。1976年ロムカートリッジを採用したテレビゲーム機 フェアチャイルドビデオエンターテイメントシステムを発売。後にチャンネル F と解消し、当初は成功を収めたが、あたり2600ビデオコンピューターシステムが発売されると急速に売れなくなった。1970年代の終わりには生産すべき新製品がなくなり、軍用や航空宇宙分野向けの特別な集積回路に集中するようになる。赤字が続いたが、 特許のライセンス収入が過労じて会社を支えていた。1979年、親会社が油田サービス企業シュルンベルジェに4億2500万ドルで買収される。その頃、フェアチャイルドの主要な収入源だった特許は期限切れの時期に達していた。1980年、シュルンベルジェはフェアチャイルド研究所に人工知能研究部門を創設。1985年には、 シュルンベルジェ・パロアルト研究所として独立させた。1980年代には研究部門が32ビットリスクアーキテクチャであるクリッパーアーキテクチャを開発。1986年には C100 というチップをリリースした。この技術は後に主な顧客だったインターグラフに売却された。シュルンベルジェは1987年フェアチャイルドを ナショナルセミコンダクターに2億ドルで売却した。この売却には、半導体試験装置を設計、製造していた部門が含まれていない。1990年代前半、ナショナルセミコンダクターの CEO ギルアメリオは、製品を大量生産され、利益率が低い製品を扱うスタンダードプロダクッグループと、高付加価値で高利益率の製品を扱う、コミュニケーションズ コンピューティンググループに分けた。前者の方が景気などに影響されやすいが、ナショナルセミコンダクターがもともと得意とする分野だった。アメリオが製品をグループ分けしたのは、利益率の低い製品ラインを切り離す。可能性を考えてのことである。公認の CEO ブライアンハラは、それら利益率の低い製品部門をフェアチャイルド部門とし、カークポンドを責任者とした。年。 フェアチャイルド部門を新たなフェアチャイルドセミコンダクターとして独立させ、カークポンドを CEO とし、メイン州サウスポートランドに本社を置いた。1997年3月11日、ナショナルセミコンダクターは、ベンチャーキャピタルの支援の下で、フェアチャイルド経営人にフェアチャイルドを5億5000万ドルで買い取らせることを発表。結果、アメリオが利益率が低い製品として、グループ分けした 製品のほとんどがナショナルセミコンダクターから切り離されることになった。この再創業ではサウスポートランド以外のかつてのフェアチャイルドの施設はナショナルセミコンダクターが受け継ぎかつてのナ,ナショナルセミコンダクターの一部施設をフェアチャイルドが受け継ぐという形態だった。1997年11月27日、冷製オンの半導体部門を1億2000万ドルの 現金で取得することを発表。買収は1997年12月31日に完了した。1999年8月、ニューヨーク証券取引所に再上場を果たした。フェアチャイルドセミコンダクターの所在地であるメイン州サウスポートランドは、世界で最も長く半導体を生産し続けている場所である。 97年にナショナルセミコンダクターから独立すると電力効率の高い高性能製品の分野で市場をリードするようになっている。ポータブル機器、通信機器、コンピューター、工業用機器や自動車向けの低消費電力型の集積回路を幅広く扱っている。2001年3月19日、インターシルの電力用半導体組織部門を 約3億3800万ドルの現金で取得したと発表。これにより、パワー・モスフェットの世界シェア第2位となった。この市場の規模は30億ドルで、前年の成長率は40%だった。インターシルの創業は1967年で、フェアチャイルドの創業メンバージーン・ホー・アーニーが創業者である。インターシルもフェアチャイルド同様、一時期との 会社の参加にあって、後に再結成された権威がある。2001年9月6日、3のゼノ・インパラリニア・コーポレーションを約600万ドルで取得。こちらは、携帯機器での電力用半導体素子を専門とする企業である。2004年1月9日、CEO のカークポンドは、ボストン連邦準備銀行のディレクターに選ばれ、3年間任務に就くことになった。 2005年4月13日、新 CEO にマーク・トンプソンが就任。カーク・ポンドは取締役会長に就任したが、2006年3月15日の株主総会で会長退任を表明。マーク・トンプソンが会長となった。2007年、フェア・チャイルド・セミコンダクターは創立50周年を迎えた。2007年9月1日。 高周波半導体メーカーアナディジックスがフェアチャイルドの高周波設計チームを230万ドルで取得。2011年4月、単価ケースを使ったパワートランジスタのメーカートラックを取得した。2015年11月、オンセミコンダクターがフェアチャイルドセミコンダクターを24億ドルで買収することで合意したと発表した。2016年1月5日、フェアチャイルドセミコンダクターは オンセミコンダクターを上回る額を提示した中国の投資家グループを優位と表明して同社株価が冒頭した。しかし同年2月16日にフェアチャイルドセミコンダクターは台米外国投資委員会に認可されない可能性を理由に中国企業側の買収提案指示を撤回した。1986年に日本の富士通が フェアチャイルドセミコンダクターの買収を試みた際にも、アメリカ合衆国議会と CEFIUS に阻止された、前例があった、ビジネスデータ、ありがとうございます。